お山人形は女の子の人形なんですよね。芸者とか舞妓とかからちょっと大人になった人形なんですよ。雰囲気は浮世絵みたいなものを持ってるけれども、また浮世絵の人形とは違うんですよね。昔は女の人がですね、主に作ってて着せてたらしいんですよね。女性が女性を作るんですから、いい雰囲気で作るんですよね。こちらのお山人形っていうのは、作り方がちょっと私なりに工夫してあって、裏張りって言って、絹の方の裏側に布を貼るんですけど、それでちょっとその布の風合いを、厚みを出すとか、裾の形っていうのは、教えの方法を使ってあるんですよ。羽子板の教えがありますよね。それをその人形の工程の中で一部利用して、裾の方に綺麗に出るようにって作ってるんです。お客さんがこれが気に入って、飾ってもらって、喜んでもらえれば、それは私どもが一番もう嬉しいですよね。人形の休月。